ヨハン・ヨハンソンはアイスランド出身の作曲家で鍵盤楽器奏者である。1980年代後半から音楽活動を始めた。いくつかのバンドに加入しては解散を繰り返していたが、テレビや映画、演劇への楽曲提供に活躍の場を見出した。そして2002年の自身初のアルバムエングラボルンは好評を持って迎えられた。 1999年からアイスランドレイキャビックにある芸術家集団圏、レーベルキッチンモーターズをキラキラやヒルマル・イエンソンと共同で主催している。自らが同じく1999年から始めた4人のオルガン奏者と1人のドラム奏者によるバンドアパラットオルガンカルテットのリーダーも務めている。2006年イギリスのレーベルタッチから同じくイギリスの 4 a d 移籍し、アルバム IBM1401A Users Manual をリリースした。作曲作品の用途は映画音楽からコンテンポラリー、ダンスとのコラボレーションまで幅広い。そのジャンルも初期はパンクロック、またポストクラシカルやエレクトロニカと様々である。マックス・リヒターと共にポストクラシカルの代表的アーティストとして紹介されることが多い。 2014年に公開された映画、博士と彼女のセオリーで使用された楽曲を作曲し、第72回ゴールデングローブ賞で作曲賞を受賞した。2018年2月9日にドイツ・ベルリンのアパートで死亡しているのが発見された。毒物検査の報告によると、死因はコカインとインフルエンザ治療薬の 薬物併用摂取による急性薬物中毒死の可能性が高いとみられる。すべてスコアを担当。ありがとうございます。